女性の起業はセミナー講師やコンサルタント、そしてコーチがおすすめです。こんにちは、三浦弘樹です。今ですね、本当に女性の起業ブームっていうふうにですね、すごくそういった熱気っていうのを感じます。で、実際にですね、私の受講生も本当にですね、たくさんの女性がですね、参加をしてくださっておりまして、やっぱりですね、そういった、お金だったりとか、将来のですね、意識がすごくね、女性の方もすごい高いです。で、やっぱりね、最近特にね、思うのはもう男性以上にですね、やっぱりその女性の方が、結構ね、活躍をしていまして、男性もちょっとね、頑張ってほしいなっていうふうにですね、思っているんですね。で、間違いなくですね、これから、女性のね、もっともっと活躍する、そんなね、企業ブームになってくるんですけれども、じゃあ女性がですね、こう何の、ビジネス、ねに取り組んでいったら、一番ですね、うまくいくのかっていうね、そういった、ところをね、今日はお話をしていきたいなというふうに思うんですけれども、もうこれ結論から言いますと、女性はですね、やっぱり教える仕事をぜひしてください。で、教える仕事って何なのかっていうと、セミナー講師だったりとか、コンサルタントだったりとか、あとはコーチですね。はい、そういったですね、仕事っていうのをね、ぜひやっていただきたいなというふうに思っております。で、まずこのなんで教える仕事かっていうと、まずこれからですね、やっぱりそういった、起業ブームになっていくっていう中で、どんどんですね、起業する人だとか、副業したい人っていうのがまず増えていくっていうことをね、覚えておいてください。そうすると、実際にですね、今あなたがですね、こうね、ゼロベースで、実際にですね、そういった副業活動だったりとか、起業活動をですね、していくとですね、だんだんレベルが上がっていきますよね。そうすると、これからですね、始めていく人を、教えることができるんですね。で、別に何もですね、ここに例えばね、めちゃめちゃすごい人にならないと教えられないとか、そういう世界ではないです。はい、で、本当に一歩先を行くですね、先輩という立ち位置で、十分ですね、教える側になることっていうのはできるんですね。はい、で、実際にですね、私自身も最初はですね、一番最初に購入した塾っていうのは、女性の先生のスクールだったんですね。で、実際に一番最初にアフィリエイトのね、20万円ぐらいのね、塾に入ったんですけれども、その時に先生がいろいろいたんですね。で、一人の先生はなんかもうアフィリエイトとかで300万ぐらい稼いでる超すごい人ですみたいなね、そういった紹介がありました。で、一方で、女性だったんですね。で、女性はなんかすごくなんか優しそうで笑顔みたいなね。で、僕はどっちを選んだかっていうと、女性だったんですね。で、それなんで女性を選んだかっていうと、やっぱりその初心者なんで、別にすごい人にね、教えてもらってもやっぱりなかなか正直ね、話せないなっていうふうに思ったし、実際に女性からね、優しくいろいろ丁寧にね、教えてもらった方がいいなっていうふうにですね、正直ね、本音ベースで言うとそういうふうにね、思っていたんですね。なので、やっぱり誰もがね、やっぱり初心者の段階って不安だったりとかします。はい、なので、やっぱりそういった少し先を行く、優しいね、先輩というポジションで、教えていけるようなですね、そういった、ポジションをね、狙っていくことができますので、本当にね、少しね、頑張っていくだけで、そういったね、セミナー講師だったりとか、コンサルとかコーチとかね、そういったジャンルで、活躍をすることが可能になってくるということですね。で、あとやっぱり女性っていうのは、いろんな正直副業法だったりとかビジネスってありますよ。例えば、物販ですよね、メルカリだったりとか、バイマとかね、アマゾンとかいろいろありますけれども、じゃあやりがいとかすごくね、大切にされるわけじゃないですか。で、じゃあ物販とかでお客さんの顔が見えない中で、ただね、リサーチだったりとか梱包だったりとかね、そういう発想にね、追われるような、ビジネスをしたいのか、実際に、クライアントさんのですね、役に立って、先生のおかげで本当にね、人生良くなりましたっていうふうにですね、言ってもらえるような、やりがいがある、ね、ビジネスを、選ぶのかっていうので、やっぱり変わってくるんですね、自分の情熱だったりとか、そういったものが。はい、なので、僕自身は、いろんな副業っていうのをやってきましたけれども、そういったね、物販だったりとか、退屈なビジネスね、パソコンにずっと向かっているようなビジネスっていうのは続かなかったんですね。それは何でかっていうと、やっぱりやりがいがなかったりとか、やってても楽しくなかったりとか。でも、このセミナー講師とかコンサルタントとか、コーチとか、そういった仕事っていうのは、人とですねやっぱり向き合う、人と関わる仕事なので、すごくねやりがいがあったりとかね、自分自身もねお客さんの成長に合わせて、自分もね成長できる、そういったね仕事なので、女性の企業っていうのは、セミナー講師とかコンサルタントだったりとかコーチっていうのをですね強くですねおすすめをしますということですね。ぜひですね本当に別にすごい人にならなくてもね全然できますので、ぜひねチャレンジをしていっていただければなというふうに思っております。では今回の動画は以上になります。ありがとうございました。